こんばんは、声優界の、何なのよ。特に思いつきませんでした。花江夏樹です。皆さんこんばんは、声優界の花江夏樹、斉藤聡馬です。いやそれは意味がわからない。全く意味がわからない。それじゃあ俺の分も仕事してくれよ。ということで今日はですね、はい、なんとこのゲーム、はい、冷めない悪夢の世界をさまよい、はい、そしてパズルを解く、うん、ホラーテイストのアドベンチャーゲーム、うわー、ダーク。ダーク PC で2500円ぐらいで買える、はいはいはい、割と短編のパズルゲームなんですけど、なるほどね。ちょっとあの相馬くんにね、はい、気に入ってもらえるかなと思うこの雰囲気をまとっていたので、ねえ、いやいい感じよね。今回はこちらをね、もう前情報は一切なし、この男の子の名前ロイドくん、ロイドくん、その情報だけちょっと私知っております。もっとご飯食べた方がいいよね。そうだね、足が遅いよね。なんかハンバーガーとか食べた方がいい。まるで拓哉口。ちょっと待って、なんか戻れちゃう。 B ボタンでコントローラーでね、 B ボタンでこのかがむというか、ね、かがむ、静か歩きね。もうリトルナイトメラ散々散々学んだ静か歩き。掴む、ね、つかむとかあんのかな。これつかむとか今のところないね。とりあえず歩いてみますか。ジャンプもないよ。もうねゲーム起動したらねこの画面になってるんですよ。あ、なっ、そうそう、うわー、わー、ちょっとこれいいね。まあまあちょっと散策してみようかね、はいはいはい、なんかちょっと洋テイストのね、うん、あ、これは 2D だね、多分 2D ですね。奥行き、あ、でもなんかなんか出てますね。出てますね。ボタンで、おお、あ、はいはいはい、はい、今どれで反応したんだ。あ、寝てますよ。寝て、おお、早くも、あ、そうよ、冷めない悪夢の世界だから幽体離脱して、これがそういう、めっちゃおしゃれ。やばい、別空間に飛んだ。なになに、どうすんのよこれ。ここはどこだ。あ、壁に耳を当てて、隣の部屋の住人の盗み聞き、うん、まあ、この部屋は特に何もなさそうですね。これ奥行けないの。奥、これね、行けないのよ。これ行けないの。行けない、多分だから縦だけなんじゃないかな。おお、かがむ、かがむ以外なんかアクションみたいなのないのかな。ないのか。ロイド、タクヤ、タクヤ、タクヤ、これでもなんか、あ、でもタクヤ隣の部屋だ。おお、え、すっげえ、回った。おお、そういうパズルね。なるほどね。はい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 、これ面白いな。面白い、これ。じゃあちょっと行きますよ。うわー、で、あ、X ボタンでアクション、ね、アクションもできるんだ。で、橋がかかるね、今ね。はいはいはい、これで橋かけの、橋をかけの、戻りの、進みの、ここも橋がかかっての、これで、これを、こうします。あ、これを、お、お、そうしーの、こう、こうか、来た、あれ、え、そうじゃない、これだ。おお、はいはいはい、タクヤウォーク、 A ボタンでタクヤウォークできます。タクヤウォークなんか本当にそう見えてきちゃったな。 T ウォーク、 T ウォーク、 T さん、随分江口さんにしてはちょっと毛髪が多分なんかみそぎをしてるタクヤさんだよ ね、 そうね、何かしらの、うん、あ、なんかまたみそぎ中か。お、ギア、いや、え、どこに、おー、そう、まあ夢の中だからあくまで。そっかそっか、そうそうそう。おお、え、なになになに、やばいやばい、結構音うるせえ。タクヤ、タクヤ、あ、ギアを使えって、使えるんだ。へえ、で、真新しい歯車ですよ。あれ、ちょ、いや、あいや、見つけたんじゃないの、今やったのよ、ここに。はめてはめて。はめて。はい、いいですよ。ちょっと進んでみ。はめて。あ、これだからギアをいくつか、もう一個はめなきゃいけないんだね。じゃあ、このままじゃいけないから。あれ、あ、下だよ、下。え、こっち？ T ウォークで下に。あ、T ウォークか。わあ、これすごいゲームだな。あ、いいね、これ。行きます。閉めます。渡りま、あった。あったよ、これだ。ギア、オッケー。ギアセカンド。一回じゃやっぱ戻るんだ。これ戻るんだ。あ、でも封鎖されちゃってるから、だから多分この下に行くんじゃないですか、ね。あー、なるほどね。はい、江口。はい、江口。たくやさんをどう。すいません、先輩の威厳が。いや、でもたくやさん、あの、大金の金庫番をさせるのは誰かみたいな、その同業者でって言った時に斉藤聡馬って言って、あ、これはもう信頼置かれてますね。そう、なんでかっていうと、うん、もうあいつになら取られてもしょうがないって。あ、じゃあもうね、もうもうだから、もう大丈夫でしょ。実質も、おい、なんか来たよ、鍵。お、鍵、はい、選択する。そんな、これでいいのかな、選択して、選択、すると、あ、で、あ、え、これすげえ、あ、そういうことか。おもろ、パズルだ、パズル、パズルだ。 え、これ下にさ、はめるだけでいいんじゃない。あ、そっか、そこに突っかかってかないから、はめられないんだ。だから
これはあ、いかないの、これをこれまず左しかないよね。あ、だよね。で、でこう、あ、でこう、あ、こう、あ、そう、こう、うまいよ、いいよ。俺さ、いいよ、来てる、冴えてる、冴えてる。最近さ、うん、テトリスばっかやってて。これはテトリス生きてますか、この生きてるかな。あ、こういうのも素晴らしいです。あ、素晴らしい。あ、いい、いい、いい。ほんで今のとこ全部ね、相馬が操作してますか。あ、ねえ、あ、さらにギアを回収して、これで戻れるのか。で、どっかに鍵があるんだ。あれ戻れるこれ。うん、大丈夫、T ウォークあるから。で、これさっきのとこまで戻ればいいんだよね。そうだね。あれ鍵…合ってる。あれ、あ、でも半分だけ。ああ、もう鍵どこで使うんだろうね。今操作してないのに、うん、自動的に T ウォークになって。お、オート T ウォーク。ちょっともう一回下げてみよっか。はめます。来た、降りてきたけどもうないもんね。あ、これ、あ、はい、鍵のエンブレム使うコマンドになるとこれで、あ、鍵のエンブレム、あ、使えない、使えないね。じゃあやっぱ戻りましょうか。あ、した。あ、たけさん、もう大丈夫なんで。そう、ちょっとねあ、でもここにもう一回さ、歯車刺すんじゃない。歯車刺してで、さらに戻って鍵どこで使うか。そうだ、ね、か、もう一個歯車ポイントがどっかにあるのか。あ、行ってみましょう。一回さ、こっち無理か。ここはさすがに回れども、回れども、こっちは、お、すげえ、そういう生き方。わ、それ天才か。あ、天才かも、それ来たー。あれあれ、相馬くん、俺このゲームの才能あるね。あるぞこれ。あるね。ちょっと俺全然思いつかなかったわ。なるほど、意外とこれ回って回ってなのね。で、歯車を回収してここを戻すんだ。すげえ、俺多分これ結構悩んでたわ。あれ、ちょっと待って、分かんなくなったぞ。いや、それで、これでアクションして、で戻して、え、ちょい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 、もう左行っていいんだよ。こっちか。素晴らしい、よっ、ういはい、はい、素晴らしい、ギア、オッケー、はい、多分ね、もう一個だからあれだよね、あれを回収しないと。じゃあ右側じゃないかな。ここ、あれ、鍵のエンブレム使うとことかないの。鍵のエンブレムね、どこで使うんだろう。それかさ、さっきの左側にずっと行ってさ、また天井を歩くとか。ああ、そうか、さっきちょっとあんま見てなかったんだ。天井を歩いたついでにこの右上に、あ、はいはいはい、行ってみるとか。ちょっと一回左側見てみるか、うん、左側まず見てみましょうか。これも T、 あ、 あれ、ここはノー T、 ノー T だ。うわ、じゃあやっぱ右か。ここは TT 兄弟も気づかない。 TT 兄弟も T なかった、 T ポイントが。こっちは逆に、こっちもなんか、いや、いけない。多分ここが歯車3つ集めたら、あ、開くんだろうね。ね、走ったりできないんですね。ね、このなんか、うん、やる気を感じないよね。そうだよね。でもなんかさ、夢の中ってこう思うように動けなかったりするよね。あ、確かに確かに。こっちはいける？いけない。いけないね。じゃあ、やっぱあそこのTちょっと、ソマ君、違う違う、これは夢関係ないですよね。やばいやばい。へっぴり腰。オッケー。で、ここのボタン。これで、はい、T、はい、T からの T、の T、そうよね、ターンの T じゃなくて、タクヤの T っていう、まあ一応ターンの T でもあるってことにしておきましょうか。ね、こっちかな、じゃあ、お、いけた、お、いった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 、はい、いいね、いいね、いいね、あ、なんか来てんじゃない？あ、いいよ、ここ絶対あるよね。なんかあれなんだね、その敵みたいなのがいるわけじゃ、うん、そうだね、また歯車。もしかしてさ、これ先にこっち、さっきのやつじゃない、さっきのとこから歯車まずさ2個持ってこなきゃいけないんじゃない。これだ、ちょっとねえ、こっちだっけ。で、左左左、なんか俺道覚えるの下手だな。うわー、なんかいる、誰だお前。うわ、手前に、ちょっと待ってくださいよ、これ2個回収しちゃっていいよね。うん、2個持ってた方がいいと思う。なになに今の、なんかなんだあいつ、ちょっとでも可愛かったね今の。 ねよし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 よ、これちょっと開けたとこ行くの怖いな。またいるんじゃないの。ねえ、今回は大丈夫です、ね、大丈夫かな。でもこの影もちょっと怖いよね。ねえ、でここに歯車を2個はめます、はめます、いいよ、2個はめます、で開く、はい、ぴったり開いた、行く、いる、いない、お、いない、うわ、目、なんだここ、目みたいなのあるよ、なんか。とりあえずこれ作動させてみる。え、いや、何が変わったの。あ、ドアが閉まっただけ。はい、あ、なるほどね、 T ができるようになったんだ。はい、 T、 お、いいよ、でもこれいいんじゃないのこれ。でもどうなってんだろうね。
わ、なんか逆さドクロみたいなのあるよ。ほんとだ。うわ、あそこにボタンあるし。あ、これ、え、どうすんのこれ。なんだろうね、これ。ちょっと一回 T じゃ、この、これでもなんかさ、ここ行ったら、あ、いけるこれ。あ、ここになんかアクションボタンあるよ。あ、ここに鍵のエンブレムだ。おいし。来た。いいよ。そして、ボタンが来るから、これ押す。押す。え、なんだ？あ、次はドクロのエンブレムを持ってこいやと。あ、うわ、すげえこのゲーム。そういうことね、そういうことね。そういうことね、オッケーオッケーオッケー。あれ？一回鍵に戻ろう。一回鍵のエンブレムを押すところから始めて順番に押していくのよ。あれでも今合ってたよね。いや、今合ってなかった。はい、押します。まず、あ、だからこっちってことね。まず、キー。まずキー。で、ドクロ。次、D。で、それだね。目どこだ？あ、目あった。あ、目最後だ、はい、でーよいしょ。で、もう一回ドクロ？で、ドクロどっちだっけ？もう一回ドクロだから左戻る、左。うん、お、いいっすよ、いいっすよ、いいっすよ、これ。いいよ、いいよ。で、そのままずっと行けば、鍵もいけるね。よっしゃ。んで、お、来たよ、これ。押して、どうなんだい？やばいぞ、これ。サクサクじゃね、俺ら。これ俺らパズルゲーいけるね。いけるね。やったぜ、来てるね。あ、で最後の歯車だ。ここですね。来ましたね。うぃー、おー、停電。そこは特に意味ないね。あ、このだからこれが止まったんだね、多分。とりあえずやっぱこっから脱出しろっていうのがあれなのかな、目的かな。でも悪夢的な。うわー、えー、やば、笠地蔵。いやいや、なんだ、え、江戸時代からの刺客。いや、なんか照らしてる。違った。ちょっと、いや、こういう時こそやっぱこれでしょ。あ、そうね。いいよ、いいよ、いいよ。あ、いや、これもしかして、うん、この光に当たったらダメなのかな。ちょっとダメっぽいよね。いや、あ、ぶれ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 。なんだこいつ、ハイレグじゃないか。やばいよ。あ、ちょっと、あー、 T ウォークで行く。 T ウォークで、 T ウォークで。いや、多分 T、 あ、 T ウォークも必要かな。 T じゃなくてもそんなにさ、これ多分ね、消えてる時間そんな短くなかったから、ね、パパッと行けば。いや、あの、この人立ち上がれてないんですけどもちょっと待って。はい、照らします。はい、照らします。で、これ消えた時に、はい、行きます、取ります。一回戻ろうか。一回戻る。おー、慎重だね。こいつらは何のための存在なんだ。やばい、そうだ、これ一番やばい。これどうすんの。消えたし、消えた瞬間に頼む。多分そこ、そこアンチだった。あ、オッケー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 。これは怖いな。なんかでも夢の中ってああいうちょっとね、いますよね。もう意味、なんか物と合わさったような。確かにね、ちょっとつくも神的なね、キャラクターがね。ここで歯車3個持ってるから、ここを戻して T の、の T の、もうクリアなんじゃないですかこれ。マジっすか。はい、嘘。久しぶりじゃないこれ。久しぶりだけど。なんで発想一緒だったのよ。右だね、右。あ、さっきのとこか。ここが空いてるから。はい。ガッチャン。うわあ！いや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 。ビビる。ちょっと走れんじゃねえか。いや、ちょっと。走れんじゃねえか。今走ったぞ。行くのこれ。行っちゃう、行っちゃうのこれ。そうか、走るボタンあった。走るボタン。どこで走った？どこで、いや。あ、走って、走れ、走れない、走れない。あ、走れた。走れるんかい。走れるんかい。逆に今までよくやってきたね。そうだね。ちなみに何ボタンですか。この R、 ここ R2 か。 R2。 またちょっとこれ急に静かになるの。あれ、あ、でもさっきのとこじゃない。最初のとこ、一番最初のとこだね。あれ、戻ってきましたよ。あ、で、またこれちょっと右行ってみるか。なんかあれかもね、最初はこの右がなかったのかもね、もしかしたら。なるほど。あ、でも関係ないのか。じゃあもう一回寝る。 T もできない。 T もできないね。もう一回寝るしかない。なんか急に、ここは現実世界っぽいよね、なんかね。ぽいな、なんかね。はしゃいでるな。はしゃいでるな、家の中なのに。結構早いよね、これね。寝ましょう。どうなるよ、次。またね、幽体離脱でね。違うとこ、あ、違うとこ、ね、違うとこだ。はい、テイストは似てるけど、やっぱあれかな。うん、おーい。ちょ
ちょ、うかつに走らないで。あぶねあぶねあぶね。電車か。え、なんだこれ、電車か。あ、これ電車ですね。駅だよ、駅。ほんとだ。あれ、あ、もう片道切符。え、あの、片道切符です。すいません、あの、路線間違えた。ダメです、ダメです。駅員さんいないんで、もう。スイカ、行きましょう、行きましょう。取り消せないです。うわぁ、なんかマップも全部こう、うじうじ変わって。あそこの、そこの右のあれはハンドル。これね。あ、これ、ちょ、なんか使え。そこじゃなくて、右の、右のハンドル、回収して赤いやつ。はい。おぉ、急だね。うおぉ、うおぉ、かっこいい。あ、すげえ。あれ、え、うおぉ、そういう奥行きも。はい、TE。 うわぁ、これちょっと、いや、これむずいぞ。これ結構難しくなってきたぞ。正直チュートリアルだったんだね、あれ。あ、これさっきのとこ、小さな鍵をね、まずゲットして、で、回せる限りのとこ行ってみますか、このハンドルで、ね。あ、これ鍵じゃねえか。これ鍵かな。違うね、違う、違うね。またなんか必要なんだろうね。じゃあこれここが最初の、え、あれ違うか。いや、ここ行った、ここ行ってないよ。てか、江口さん勢い強いね。なんか慣れてない。うん、慣れてないよ。だとしたら拓也さん呼んだ方がいい。時計、古い腕時計。あ、これは、ここはもう T ないの。ここはもう時計部屋だ。で、もう一回回すか。4箇所行けるっていうことだもんね、普通に考えたら。ここ先行った。ここ最初のとこ。ここで閉まってる。あー、だからこれで上行ってみる。 T やってみる。やってみますか。見た感じでもなんかあんまないけど。そうだけどね。あ、これ、え、え、こっちは外す。あ、そういうことだ。まあ、天才かよ。あ、じゃ、あの、じゃあここから行ってみましょうか。はい。いや、そう、まあ、天才じゃない？なんかこれはマジでうまい。やっぱ本当にうまい。これはシラフでやってるからだね。すごいね。え、なんかいける？行っちゃう？いけるね。あ、なんかロッカー。ここ鍵が必要なんじゃないですか？スマート。うわ、これ天才。マッチ。マッチ。面白いね。面白いこれ。脳トレみたいだね、なんか。雰囲気もいいしね。で、次の部屋行きましょう。ここかな。あ、ここいいよ。はい。ここ来てるよ。いいよ。あ、これすごい。でもこれね、時計部屋ね。これゲーム作る人の発想力がすごい。よく考えられてるよね。しかもなんかそのプレイしてる感覚がかなりね、気持ちいいんですよ。ちょっとなっちゃんやってみよう。え、ちょっと一回やろう。ごめん、そうだね、ずっとやってたね。俺、ね、へっぴり、へっぴり腰。で、X で、それ。あー、なるほどね。ここってさっきなんかあったっけ。じゃあここ逆に開けて、開けたまま行ってみますか。あ、あ、でもダメだ。あ、できないんだ。違う、ここを下げて、さっき、そっか、戻るんじゃない。急に走ってる。すごい走ってる。よしよし。で、A ボタン。A ボタンか。なんで今、特攻しようとしてたんですか。ちょっと行ってみようかな。うん。で、これで、これ戻って、T で戻って、はいはい、ナイス。で、これで、すごいな、瞬時にゲームできてんのすごいわ。ここだ。はいはいはい。で、走ります。 T T で、ここが通れるようになって、で、あ、なんかここも、あ、なんかマッチじゃないですか。ここマッチか。これだ。ほら、燃やすぜ。燃えるぜ、バーニング。はい、はい、ですよ。うるせえ。おいおい、やってくれるじゃねえか。え、なんかあれ、ここはさすがに時計。いや、ちょっと待って、でかくね。いやいやいや、お前、おい、なんだよこれ。わかんねえよそれ。どういうこと。一応置いてみたけどわかんねえよそれ。やっぱこれ夢だからってことなのかな。夢だからね。そういうことか。お、走り出したよ。電車が、電車が参りましたね。うわ、なんか見てこのさ。ちょっと待って、大文字の T。 いや、これでもなんか右側のさ、その文字が微妙に動いてんのよこれ。ほんとだ、トレイン、トレインのが T がなくて。そういうことか。ここに落ちてきたんだね、 T が。ここに T が落下してきたんだ。こんな T 渋滞することある？ねえ。戻って、やっぱ T が必要なんだ俺たちに。どっか T 使えそうなとこあったかな。ここ T だ。ここに T だ。ここに T でしょ。ここに T だ。あ、 T。 おー、あ、レバーね。
おーいいね。うわい、これはもう回収できないんだね。いけ、そうだね、進んで。じゃあ行ってみますか。はいはいはい。いや怖いねこれね。こんな T がフラグになると思うんだね。まさかだよね。あ、戻ってきた。これさっきのこっちから来た第3章アンコック。第3章アンコック。いやアンコックで。じゃあちょっとお願いします。この世界はねアンコックでしょ。アンコックですけど、これじゃあなるほど、こうなんか階層何階層もクリアしていくってことなんだ。そうね、第何章とか進んでいくんだね。なるほどね。